そうですね。今ここにそのレイヤーに分けて4枚作りましたけれども、多分ペンを入れていくのに、丸1日かかるんじゃないかなと思います。で、その後にそれをスキャンして、こう色をつけてという全工程で2日から3日かかるんじゃないかなと思われます。はい、キャンパスアートというのがどういうものなのかなというのもちょっとよく分かっていませんでした。だから出来上がったら僕も1枚欲しいですね。かっこいい感じの出来上がりにきっとなるから。昔学生の頃は絵の学校だったんですけれども、僕油絵科で 漫画家にとって油絵がどれほど役に立つのかよくわからないですけど、でも、もうそうですね、学校の課題でいつもキャンパスに絵の具を塗りたくっていましたね。10代の頃のトロフィーというのは、よく書くね、またなったんですけど、忘れてるんですね。あれ、どうだったっけって。 何か腰についてたなみたいなぐらいの感じで忘れちゃってて、これ書いてるトロフィーは17歳のトロフィーですね。これが今は25歳ですね。こんなところかな。とりあえずトルフィン上がりました。